僕たちは夢を見た、甲子園に。でもその夢は儚く散った。いや、このままで終わってたまるものか。甲子園だけが高校野球ではない。全国の高校球児に捧ぐミュージカルで、あの感動を。数々のミュージカルを手掛ける武田正宏先生脚本演出のもと、放送芸術学院専門学校、大阪アニメ声優&e スポーツ専門学校の学生たちが結集し、あの人気小説甲子園だけが高校野球ではないをミュージカル化。3密を避ける、無観客、 MR スタジオ生配信。2012年から始まったこのミュージカルが、今年はコロナの影響により、ミュージカルでは業界初のソーシャルディスタンスに配慮したシステムとなるミックスとリアリティバージョンとして力強く帰ってくる。世界中で予定されていたエンターテインメントがことごとく中止される中、専門学生たちによる新しいエンターテインメントへの挑戦がここに始まる。コロナ禍の中で新しいエンターテインメントを通じて希望と夢をつないでいく、放送芸術学院専門学校、大阪アニメ声優&e スポーツ専門学校の夢を決して終わらせないメッセージです。高校球児の熱い思いがここに宿る。